はい、どうもジョージです。はい、今回は久々の動画になるんですけど、大事なお知らせが2点ございまして、まず1つ目なんですけど、まあ、実は城之内8月台にアウトデラックスっていう番組に出演させていただいて、まあ、なんと今週の10月1日のアウトデラックスにもなんとお呼ばれしまして、ルパンの娘アウトデラックスオーディションっていう企画で城之内再び出演します。なんで呼ばれた？大人気ドラマのルパンの娘のちょい役をアウトデラックスのアウト軍団から誰かオーディションして選ぼうっていう企画なんですけど、まず僕はアウト軍団なんですかね。誰かもあなたはアウト軍団ですと言われてないんでわかんないんですけど、まあそんな感じでお呼ばれしまして、まあオーディション頑張ったんで、まあぜひ見てください。果たして城之内はオーディションで役を取ることができたのか、できてないのか、なぜ呼ばれたのか、ぜひご覧ください。そして二つ目、これがもうめちゃめちゃ急なんですけど、今週の10月2日、アウトデラックス放送の次の日に、大阪の心斎橋サンホールで、なんと、イベントに参加します。なんで呼ばれた？まあ、多分画面の方に出てると思うんですけど、あの超人気ピアニスト、ゆゆうたさんも出演するんですよ。なんで呼ばれた？まあ、他にも、琵琶湖くんっていう、まあ、滋賀県代表する琵琶湖のロックバンドみたいな人がいて、あと、ミラピクっていうね、もう今週の日曜日にお披露目した新しい大阪のアイドルグループあるんですけど、マジでこのミラピクがクソ可愛くて、おそらく大阪の次の世代を代表するアイドルグループになるんじゃないかと思ってるぐらいなんですけど、まあそんな感じで結構すごいメンバーの中に呼ばれたんですけど、まあ名前がでっかく載ってるんですけど、別に城之内はステージ何かするわけじゃないので、物販会場で、まあ、チェキを売るみたいな感じでやるんですけど、まあ、正直、城之内と触れ合う機会ってめったにないんで、まあ、これ来るのは結構ラッキーかなと思います。結構急な星なんで多分、まあ、仕事だよみたいな人がいっぱいいると思うんですけど、まあ、これは結構レアな機会となっております。一応一人で不安なんで、アシスタントの響きも連れていきます。なんで、ぜひ、お暇な方は、このイベントに来て、まあ、チェキ取ったりとかおしゃべりしましょう。まあ多分結構ね、僕はゆるくやってるんで、多分その辺で物販会場の隅でぼーっとしてると思うんで、ぜひ遊びに来てください。というわけで、城之内の最新情報2つでした。まあどちらもかなりでかいニュースなんで、まあぜひお暇な方はテレビ見たり、イベントに来たりして楽しんでいってください。はい。以上、城之内チャンネルの城之内でした。